ちは。今日はですね、まあ、グラデーションボブの2つ目ですね。多少ですね、低い段というか丸いシルエットのグラデーションをカットしていきたいと思います。まあ、うちの会社ではですね、まあ、これをですね、まあ、グラ2と呼んでるんですけれども、まあ、最近のヘアスタイルで言うとちょっとこうミニボブなんかに使われるような、まあ、グラデーションじゃないかなと思っております。ミニボブというのはですね、まあ、襟足ギリギリの、まあ、コンパクトなミニマムなボブを指すっていうふうな、まあ、ことなんですけれども、そのもう襟足ギリギリに、まあ、ワンレングス状で切るミニボブと、もう一個はですね、少し段を入れてこう丸みを作ったミニボブっていうふうな、まあ、二通りがあるんですけれども、その丸みを作ったミニボブに、まあ、このこういうカットは結構適するんじゃないかなっていうふうな感じなんで、まあ、そのカットを勉強していきたいなと思っております。まあ、グラデーションボブ1のところでも、まあ、お話ししましたけれども、まあ、グラデーションボブ1はですね、頭をねこのように全体に横に引いた時にこの赤のラインですね、まあ、45度でカットしましょうということでした。で、45度でカットすることで、まあ、見てもらった人は分かると思うんですけれども、結局どういうふうな形になるかって言ったら、こういうふうにまっすぐカットしてもですね、まっすぐな形にはならないですよね。襟足がぐっとくびれて、まあ、バックの、その後頭部に、まあ、ウエイトが来るような、まあ、ボブができたと思うんですけれども、それをですね、今回はこちらですね、グラデーションボブ2ではこのように丸く切っていくということですね。具体的に言うとですね、まあ、大体一番低いところ、このネープのセクションは、まあ、10度ぐらいのグラデーションですね。まあ、ほぼ入れてないような、まあ、入れたか入れてないか分からないような、まあ、グラデーションを入れていきます。そして、中間の部分ですね、中間の部分には、30度、まあ、多少低い段ですね、まあ、こちらもちょっとワンレングスに近いような感じですね。横スライスでグラデーションを入れていきます。で、中段の部分には、まあ、30度、まあ、多少低めなんですけれども、まあ、低い段ですね。で、こちらはですね、斜めスライスでグラデーションを入れていくということですね。で、高いところ、オーバーセクションには90度ですね、かなり高い段を入れていきたいと思いますね。で、こちらはですね、まあ、縦スライスで、まあ、グラデーションを入れていくという形になってきます。なので、まあ、グラ1の時は斜めスライスでずっと同じような雰囲気で、まあ、グラデーションを、まあ、入れることができたんですけれども、まあ、グラ2においてはですね、まあ、このように頭を3セクションで割った時に、横スラ、斜めスラ、縦スラっていうような感じで、まあ、スライスを変化させることで、まあ、グラデーションの高さも変化させていくと、まあ、そういうふうな練習を、していきたいなと思いますね。まあ、なぜですね、このように、まあ、グラデーションのこの角度を変えていく必要があるのかと、頭の場所に合わせてグラデーションの角度を変えていく必要があるのかと言いますとですね、例えばですね、頭に対して髪の毛をすべて真横に引っ張った時、真横に引っ張った時にまっすぐ切ったとしましょう。まあ、これ、まあ、90度の段ということなんですけれども、すべてまっすぐに切ったとしたときに、まっすぐに切ったんだから、これ同じ段が入ってるはずなんですよね。同じ段が、まあ、45の時も全部同じ段が入ったんだけど、90度の時もこれ全部同じ段が入った。じゃあこれが髪の毛を落としたときにどういう形になるのかと言いますとですね、これ同じような髪の毛の積み重なりにはならないんですよね。これね、これ実はですね、あの過去の、まあ、日産 TV の方で、まあ、実際に切った、ウィッグとかを、まあ、出してますので、まあ、詳しくは、まあ、概要欄にそちらの動画貼ってますので、まあ、そちらを見ていただければと思うんですけれども、45度の時もそうでしたけれども、90度で切ったとした時に全然同じような感じにはならないんですよね。ものすごい、まあ、汚い感じになっちゃう。汚い感じ、なぜ汚い感じになるかと言いますと、下の方はですね、非常に軽くですね、むちゃくちゃ高い段、もうめちゃくちゃ段入れてんっていう風な感じのレイヤー状の表現になっちゃうわけですね。で、対してこの上の方は、
あれちょっとなんか毛先にこの塊が見えるなみたいな、ちょっとまあグラデーション上の表現、まあちょっとウエイトがあるなみたいな感じになってしまうんですよ、こういうふうにまっすぐ90度で切った場合っていうのは。でそれは何でかと言いますと、まあここに図で書いてるんですけれども、このネープのセクションっていうのは横に切った時、こういうふうに切った時にですね、頭皮のこの角度がありますから、明らかにですね、下の毛の方が上の毛の毛よりやっぱ長いわけですね。かなり長い。なので、切った後、下ろしていった時に、ものすごく高いレイヤーが入ったような、この髪の積み重なりっていう表現になってくるわけなんですね。で、上の方はまっすぐ切った時に、頭の形の影響によりですね、下の方が上の毛より短いわけですね。短い。なので、グラデーションみたいな、ちょっとここにポコッとしたこう塊が乗ったような、まあ、雰囲気になってしまう。まあ、ここはですね、だいたい上と下の長さが同じぐらいなんで、この切ったなりというかね、まあ、スーッとこう、綺麗なこの髪の毛のこのレイヤー状の感じになるんですけれども、全然上から下までこの髪の毛の積み重ねの出方が全く違ってくるんで、ものすごくこう汚くなってしまうということなんですね。つまりここのネープセクションは軽くなるんですよ、同じ段入れても。オーバーセクションは同じ段入れても重たくなっちゃうんですね。まあ中間は中間っていうことですから。で今回は仕上がりがですね、ちょっとね丸い感じなんですよ。あれ一見するとグラデーション入れたのかなというような感じで丸い感じになるんですね。同じミニボブ切っててもワンレングス上で切ったミニボブとちょっとグラデーションで丸くしたミニボブっていうのはよく似てるんだけど、分かれば雰囲気が全く違ってきます。なので丸くしたい、ここは一番ネープセクションは軽くなりやすいので低い段を入れていく。まあ中間部分はまあ中間でいいんですけれども、一番上のオーバーセクションは重くなりやすいんで高い段を入れていく。このように丸く切っていくことで非常にですね、この頭の形ですね、頭の形を消したような仕上がりがちょっと丸い感じのコロンとした、まあ、仕上がりになるという感じになるわけですね。まあ、なかなかですね、まあ、こういうグラデーションボブを、まあ、ベーシックで習うということは、まあ、非常に少ないんですけれどもね、まあ、これ実は、まあ、12、3年前に、まあ、僕はこの DVD を作り出した時に、まあ、これ僕が考えた、まあ、ベーシックカットなんですけれども、まあ、その時はですね、どっちかというとこう丸みのあるグラデーションボブっていう感じで、まあ、ちょっとここ上げた感じでね、まあ、グラデーションボブっぽい感じで、まあ、そんなにこうネープがくびれていないというような、まあ、スタイルを作ってたんですけれども、まあ、このカットをですね最近の、まあ、スタイルに合わせて今日はですねミニボブにはめ込んでいこうというふうに思ってますね。だからミニボブにはめて込んでいきますんで、どっちかっていうとこうアウトラインは、まあ、ちょっと前下がりのワンレングス状ですね。アウトラインはそういうふうな感じで切っていって、でアウトラインの上にちょっとこう丸みのあるようなバックシルエットになっていくと、パスンと切ったような感じではないという感じになってきますね。こういうカットができるようになってきたら、まあ、ヘアスタイルブックを見ても、まあ、同じミニボブでも、あこれワンレングスで切ってるなとか、あこれは段入れてるなとかっていうふうなことが判断がつくと思うんで、まあ、逆に言えばですね、これを知らなければミニボブっていうのはどうしてもワンレングスでしか切れないというふうな感じになりますので、非常にですねこう展開図で書くと、まあ、割と複雑なんですけども、まあ、それほど難しいカットではありませんので、まあ、しっかりとですね、覚えて練習してできるようになっていくと、まあ、すごくサロンワークでも、まあ、役立つようなバランスになってくると思いますね。で、まあ、もちろんねこれいろいろバランスの組み合わせ方っていうのはあるんですよ。例えば0度で入って45度で入るとか、まあ、30度で入って45度90度とかっていうふうな、まあ、バランスの組み合わせ方あるんですけども、まあ、全部が全部ねやるわけにはいかないんで、まずこのようなちょっと低い段から高い段にこう変換していくっていうやり方を覚えて、あとはですね、まあ、皆さん自分自身で組み合わせていって、まあ、いろんなパターンを、まあ、自分の中で見出していってもらいたいなと
思います。はい、ということで、では早速、ウィッグをカットしていきたいと思います。はい、ウィッグ用意しました。ウィッグはですね、まあ、新品のウィッグから、まあ、ここをバスッと長さ切っただけですね。長さ切ったウィッグに対して、まあ、今回はねちょっと後ろが丸みのあるミニボブに合わせるということなんで、まあ、そのパターンのミニボブの場合は結構前髪があるパターンが多いんで、まあ、前髪を作ってます。まあ、前髪のね作り方に関しては、まあ、YouTube の方で、まあ、いくつか出してますので、まあ、そちらの動画の方をねあの概要欄に載せておきますので、まあ、その動画を見ながら、分からない人は前髪作っていただければいいかなと思います。まあ、今回はね、まあ、僕はまあミニボブに合わせるということで、まあ、目の上ぐらいで、まあ、バスッと、まあ、まっすぐに前髪を切っていると、まあ、そういうふうな状況です。まあ、今回のベーシックカットに関しては、まあ、この状況からスタートという形でいいかと思います。さて、では実際にカットしていくんですけれども、まずイヤートゥイヤーですね。イヤートゥイヤーの方は、まあ、ワンレングスとか、まあ、グラデーションでは割とこの分け方使うんですけれども、自然の毛流れ、こういう毛流れありますね。こういう毛流れで割っていくのではなくてですね、まあ、ちょっと後ろに倒しましょう。これもねやっぱりグラデーションとかワンレングスとかっていうふうに、まあ、そういう風なカットになってくると、イヤートゥイヤーはですね、まあ、ちょっと後ろに倒してる方が、まあ、段のつながりですね、後ろと、横のつながりが非常にやりやすくなりますので、まあ、ちょっとこう後ろに倒した状態ですね、まっすぐな状態じゃなくてちょっと後ろに倒して、まあ、耳の後ろぐらいにつながってくるような、まあ、イヤートゥイヤーでいいと思います。はい、このように撮りましたら、次は、バックのセクションですね。バックのセクション、まあ、今回はですね、まあ、ミニボブということなんで、まあ、ほぼワンレングスのイメージのヘアスタイルになりますので、バックのネープのゾーンはですね、ここの耳後ろのイヤーツイヤー撮った場所から、まあ、約ちょっと1センチ上ぐらいから撮るといいと思いますね。ワンレングスベースの髪型にグラデーションを入れていくので、結構ですね、耳の後ろっていうのが割と穴が開きやすいですね。失敗しちゃうと結構耳の後ろに穴が開いちゃうという形になりますので、まあ、それを防ぐ意味でも耳の後ろから後ろ倒しに取ったイヤーツイヤーに対してちょっと1センチ上ぐらいからネープセクションを取っていくという感じですね。まあ、これぐらいの感じになると思います。で、ここまで来たらですね、まあ、まずは、ラインをバスッと切っていきましょう。ワンレングスのように全部の毛先がこのラインに落ちてくるわけではないので、まあ、そこまでですね、こう精細なこの一番下のラインですねっていうのは必要ないんですが、まあ、まずはですね、このネープのセクションは全てここでまず1回切りましょう。ちょっと前下がりがいいかなと思いますね。はい、こんな感じでカットしました。で、ここからですね、10度ぐらいの横スライスで、まあ、グラデーションをつけていくわけなんですけれども、そうですね、このネープのセクションを3つに割ったとして、1、2、3とね、3つの段に割ったとして、まずこう2段目ぐらいですね、2段目ぐらいまで1回取りましょう。これぐらいですね。ここがですね、今1段目と2段目が入ってる状態なんで、ここの2段目のところですね、1段目はもうワンレングスで置いておきますから、2段目のところを取って指1本分ぐらい、ここが一番下なんで2段目のところを取って、ちょっと指がこの1段目のパネルに触れる感じですね。指1本分ぐらいのグラデーションになってきます。で、ここをですね、ちょっとのこの板状に
今回は頭の丸みに合わせてじゃなくて板状にカットしていきます。こういう感じですね。こういう感じならもうこっちはほぼ切るとこないと思いますね。こっちは板状にカット、板状にカットすることによってグラデーションが、こっちは切るとこないですからグラデーションが前下がりに入ることになりますね。今センターはちょこっと切りましたね。センターはちょこっと切ったんだけど、こちら側が切ることなかったんで、センターちょこっと切ったんだけどこちら側が切るところがないということは、このようにちょっと前下がりにグラデーションが入ると、まあそういう形になりますね。で、まあ、次2枚目いくわけなんですけども、よくね横スライスの場合って指1本分とか2本分とか指3本分のグラデーションとかっていうふうな表現をされるんですけども、これねあんまりねそういうイメージで切るというよりかは、例えばねワンレングスで今切ってるわけですね。ワンレングスってこういう状態ですよね。まあ単純に言えば一番下の長さに合わせて全部がこの高さに髪の毛が落ちてきてるという状態ですね。で今回そこから10度のグラデーションを入れていきましょう。で10度のグラデーションになってきたら、まあ、前回も説明しましたけども、横スライスがやっぱ低い段を切るのに一番簡単なんで横スライスを選択してるんですけど、10度のグラデーションっていったらこれぐらいですよね。ここまでぐらいまでいくと30度ぐらいになるんですよね。10度ってなったらこれが水平だとしたら10度ってこれぐらいですよね。こうなんですよ。だからこれを覚えておくんですね。これを頭の中で、だから指がこう動いてくるわけですね。こっちに来ればこれ、これぐらい動いてくる。ならこっからこういったらほら10度みたいなね感じですね。だからこうじゃなくてこういうところに指がこういうふうに動いていく、そういうふうにしてこうパネルアップしていく方が指何本分とかって数えるよりかは割とねこういうふうな空間の上に角度をイメージしてその上に手を置いていく方が、まあ、僕は正確なんじゃないかなと、まあ、言う気はします。まあそれはですね、まあ、個人いろいろ感じ方があると思いますので、まあ、やりやすい方でいいかなと思いますね。で、今度2枚目ですね。まあ、ここで横スライス最後になっちゃうんですね。で、ここもですね、先ほどの10度ぐらいのところに持ってきてたら、ちょっと前回の、ほら、カットしたガイドが少し見えますから、まあ、それに合わせて、その下のガイド切らないように切りますね。で、ここも板状にシェイプをして、切っていくと頭の丸みに合わせてシェイプするんじゃなくて頭の丸みはこうなってますね。で板状っていうのはこの櫛の線状で切るっていうことですからね。こういうふうにシェイプしていくと端に行くに従って届いてくる毛がなくなってきますよね、はい、これで OK ですね、はい、そうすると10度のグラデーションからこの前下がりにグラデーションがつながっていたという形になります。こうですね。まあ、ほんのわずかなグラデーションなんで、まあそんなに影響はないんですけどね。こういう形ですね。はい、でもあんまりこう入れすぎちゃうと、まあちょっと髪の毛の形っていうのは変わってきますね。でもまあちょっと入ったんで、さっきと比べたらちょっと丸みを感じることができると思いますね。ほんのちょっとですけどね。こういう状態からちょっと入れたぐらいですけどね。まあでもそれでも、まあ、センターにちょっと入るだけでも丸みを感じることができると思いますね。ではですね、2段目、中段の部分いきたいと思います。中段の部分は、頭がおおよそ上向いているところですね、を分け取りまして、まあそれ以外のところが、まあ、中段という形になってきますね。おおよそ頭が正面を向いてきていると、まあ、いう部分が中段になりますね。まあ、ここは、センターで割って切っていきますので、まあ、分かりやすいようにですね、まあ、ちょっとこちら側は分け取っておきましょう。はい、じゃあこの部分をカットしていくんですけれども、まあ、今度は斜めスライスですね。で、30度のカットなんで、まあ、斜めの角度は、まあ、どんな斜めの角度でも、まあ、グラデーション1の時に言ってた理屈が分かってれば30度のグラデーションは入れることができるんですが、できるんですがですね、ちょっと横に近い斜めでやっていった方が、まあ、低い段なんで入れやすいという感じになりますね、はい、こんな感じですね。30度横から見た時にこれが90度なんで、
45度、まあ、30度これぐらいかなと、まあ、この感じですね。この感じを覚えておくと。でここですね、下向きに合わせてカットしていくと、まあ、30度のグラデーションです。ちょっとグラワの時よりは少し横に近いスライスラインを取っていきます。2枚目、こんな感じですね、はい、で3枚目に来ましたね。今3枚目がここぐらいまで来てますね、はい、ここが頭皮からまっすぐで床に対して30度引かれているかどうかで、ガイに合わせてカットする。ここはまあグラワンでやった時と同じですね。で4枚目、ちょっとですねここでね、イヤートゥーイヤーで割った時のこの角がきますから、この辺りからですね若干ちょっと3枚目のところに合わせて切るような感じですね。まあ少し後ろに引いていくと、ここをこういうふうに引かずに、こっちの3枚目で切ったこのラインですね、このラインに合わせてカットしていくというふうにした方が、ここの耳の上に穴が開きにくくなってきますね。少しこう前下がりのグラデーションですね、まあオーバーダイレクションみたいなね、まあ、形で言ったりしますけど、だいたい3枚目でグラデーション入れた1ぐらいまでに後ろに引いて30度の角度でカットしていく。だここはもう完全に後ろに引かれてますよね。後ろに引かれてるんで長く残ってくるという形になってきます。なのでここまでは割とまっすぐスクエアに30度で引っ張られるんですけど、ここからこの上の2パネルですね、2パネルはここで切ったところに持ってくるという形ですね。そうすることでここが少し長く残ってきますから、耳の上ですね、非常に穴が開きやすい部分ですね。ミニボブなんでまっすぐなラインに対してグラデーションが入ってくるんで、スクエアに横に進んでしまうとここがどうしても薄くなってきますので、ちょっとここの辺りは気をつけてカットする必要がありますね。では反対側です。同じようにちょっと横に近い斜めでスライスを取っていきます。で頭皮からまっすぐ床に対して30度の位置、これぐらいかなって感じでそこでカットします。カットする長さの部分はね、下のガイドが見せてくれてますので、それに合わせてカットする、下のガイドを切らないようにカットするという感じですね。ここは普通に頭の丸みの通りに回ってきます。で3枚目ですね。3枚目も頭皮からまっすぐ床に対して30度ぐらいの位置ですね。でガイドを切らないようにガイドに合わせてカット。でここでイヤートゥーイヤーで分けたこの角の部分ですね、ここにかかってきますから、ここはですね、まあちょっと先ほどの3枚目の位置ですねまで後ろに引いてカットします。完全にここが、ここの毛が後ろに引かれているのが分かると思います。最後のところも先ほど持ってきた3枚目の位置に合わせてカットですね、はい、これで中段が完成になります。結構ね、こう耳の周りを後ろに引くっていう風な工程って、まあ、割と難しいんですけど、結構サロンワークのカットでもものすごく大事な技術の一つになってきますんで、耳の後ろにね穴を開けないという意味ですごく大事な技術になってきますので、まあ、ぜひこの際にねしっかりと覚えておくべきだと思いますね。で一番上段ですね、上段はまず縦パネル、高い段なんで縦パネルに取っていきます。で真横なんで床と平行ぐらいのところまで持ってきて、ほらここに見えてきてますね、ここにガイドが見えてきてますので、この先に合わせてシェイプの毛玉に対して垂直にカットします。こういう状態ですね、はい、でちょっとこっちに回ってきますけれども、まあ、これもですね
同様に、まあ、ちょっと後ろに引きましょう。1個前ぐらいですね。ちょっと後ろに引く。で、ここでガイドが見えてきますから、ここに合わせてまっすぐカットですね、はい。ちょっと後ろに引くといいと思いますね。全体的にちょっと前下がりの感じで段を消していってますので、まあ、これも少し後ろに引いて、まっすぐカット。反対側ですね。反対側も、こうですね。もうここに見えてますね。真横に引く。真横に引いてます。ならガイドと、まあ、向こう側のパネルですね、見えて切るところが分かると思います。でこれを紙のシェイプに対して垂直にカットするという感じですね、はいはい。こういう感じでカットすることができましたら、まあ、今これウエットカットなんですけれども、ライン的にはワンレングスですよね。ライン的にはワンレングスなんだけど、ちょっとここにこう丸みが出るっていうかね、くびれることなくこう丸みが出てるっていうのが、まあ、なんとなく分かってくるんじゃないかなと思いますね。こういう状態になれば、まあ、とりあえずバックのウェットカットっていうのは OK だと思います。はい、ではサイドのセクションいきたいと思います。でサイドのセクションはですね、まあ、これもおおよそ頭がこちらがですね、正面向いているところですね、まあ、上向いているところ以外を取っていきましょう。それで、まあ、基本的には、まあ、ミニボブは、まあ、ワンレングスベースなんで、一度ですねアンダーセクションの髪の毛全部をラインに合わせて切っていきたいところですね。こういう感じですね。ワンレングスのような感じでラインに合わせてカットしていく。まあ、ちょっと前下がりがいいと思いますけれども、まあ、こんな感じでラインに合わせてカットしました。で、まあ、このついでにですね、インサイドグラデーションも、まあ、もみあげの部分に関してはしっかりと入れておきましょう。こういうことですね。そうすることによって、まあ、インサイドにグッと入りやすくなると思います。で、まあ、サイドの段なんですけれども、イヤーとイヤーをこういうふうにちょっと後ろ倒しに取ってましたんで、まあ、その感じですね、まあ、少しこう斜めにね、まあ、あんまり横スライスになりすぎないように斜めに取っていきましょう。こうね、斜めに斜めに取っていくと、ここが一番下の今ワンレングスでラインを決めた毛なんで、ここを切ってはいけませんよね。ここを切ってはいけない。で後ろの毛とここの生え際の毛ですね、生え際の毛1センチか2センチぐらい、この辺りね、この辺りまでの間にこう少しですね、こう出てる毛があると思いますね。それを切っていきます。グラデーションボブでやったように、まあミニボブでもですね、バックのグラデーションからまあサイドに向かってはですね、まあちょっとグラデーションを消していくって感じですね。こう取っていくと、ここが一番下の長さですね。で、ちょうどこうワンレングスっぽい感じになってますよね。下でバスッと切ったんでね。でそこは外して、後ろの毛とそのアウトラインの間にこうちょっと出てる毛があるんで、まあ、それをこういうふうにつなげていくって感じですね。そうするとですね、まあ、ワンレングスのラインの雰囲気は崩れずに、まあ、この辺りになったらちょっとあんまり切るとこなくなってきますけどね、崩れずに、まあ、後ろのちょっと丸く入れた段から横のワンレングスにつながっていくという感じになってくると思いますね。でここまで来ていたら、まあ、このアンダーセクションで、まあ、しっかりとこのワンレングスベースですねが出来上がってますので、上はですね後ろから、まあ、もう一度つなげ直すっていう感じですね。上は縦パネルでしたね。縦パネルだったんで、こういう感じで取りますね。ほら、切ったとこ見えてますね。
ういうふうに縦パネルに取ったとしても上は横に引っ張って90度のカットでしたから、これこういうふうに上に引っ張るわけではないんで横にこう引っ張ってきますから、実はですね縦パネルで取ってもほぼ横パネルのような感じでカットしますね。こんな感じです。これ出てるとこつないでいきます。ここに対してこうなんで、そうこっちから見たら縦パネルなんですけど、実際にこう引いてカットするとこれだけの毛を90度こっちにこう引いてますから、結構カットしてるときはですねなんか横パネルのイメージな感じになってきますね。こんな感じですよね。これでも横から見たら真横に引かれてますもんね。これね真横に引かれてるん で出てるところをカットします。こうやってカットしていくと後ろでこういうふうに縦に入れた段から横のワンレングスに対してまあ綺麗に馴染んできますね。こういう感じです。おおよそ頭皮が横を向いているところを取りまして、ラインをまずは設定します。こちら側は後で切る方のサイドなんでちょっと角度はつけ気味ですね、はい、斜めを強めにカットします。で前から長さを確認してちょっと長めにカットしてたんでさらに合わせていくっていう感じですね。後側は切る方を短くしてしまうと、ね、もう一回向こうに回って切らないといけないという形になってきますから、まあ、それはですね非常にお客さんとか切っててもすごくお客さんがこう不安がある一つの要因になっていきますので、向こうサイド切ったらこちらサイドで絶対に合わす、こちら側でサイドで絶対に合わすためにまずは長めに切って前から見てでもう一度回って長さを合わせると、まあ、そういう工程が大切ですね。はい、まあ、大体長さ切れました。で、まあ、このイヤーとイヤーで割ったところをちょっとまたぐような感じで、まあ、斜めに取っていきます。斜めに取っていったらこの生え際ですね、この生え際が分かるようなスライスがいいですよ。常にこの生え際が、あ、ここが一番アウトライン、ね、ここを切ってはいけないんだというのが分かるスライスがいいですね。で、ここを切ってはいけないんだっていう風なスライスを取って上とこの端の間に出ている毛をつないでいく感じですね。そうやってグラデーションを消していく感じですね。で、もう一度前のパネルを少しもらってもう一度斜めにスライスを取っていくということですね。そうすると今度はここに一番の生え際がありますから、これを切ってはいけないんだと、これを切った穴が開いちゃうんだという意識でパネルを引いてきて出てる毛をカットすると、そうすると後ろのグラデーションとここのアウトラインがつながってきます。はい、反対側のオーバーセクションです。イヤーとイヤーを後ろ倒しに取ってますのでもう一度ここは後ろ側から切っていきますね。はい、後ろに引いて
同じような感じでやっていきます。横になってくると結構ですね、横スライスのイメージですね。スライスは縦パネルに取るんだけれども、引く角度がこうなんでね、床に対して90度ぐらいなんでね、こうなんで、ほぼ横スライスのイメージになってきますね。前切ったところと下で切ったところをつないでいく感じですね。はい、だいたいこれでベースカットが、終了になります。でですね、まあ、今回はですね、丸いグラデーションを、まあ、ミニボブに合わせていくということなんで、まあ、ちょっと最近よくあるような感じですね。ここですね、サイドバングを少し切り込んで、ちょっと横の髪の毛にこうなじませていきたいと思いますね。まあ、これデザイン的なもんなんでね、はい、別にこれ やってもやんなくてもいいですけどね、こういう感じで。はい、これでですね、まあ、ベースカットが終了ですので、まあ、これをですね、一度乾かして、ね、まあ、この乾いた様子を見ていきたいと思います。はい、ちょっと乾かして、ブローしてみました。まあ、さっき切ったままですね。まあ、ラインはですね、まあ、このような感じで、ちょうどこうワンレングス状態の感じですね。結構前下がり切ったんですけど、まあ、やっぱりちょっとまあブローして横、ちょっと丸み出ますんで、後ろのこの丸みから、まあ、ほぼまっすぐな感じのラインになってきてますね。で、後ろもですね、まあ、乾かすとやっぱちょっとね、ネープの部分膨らむっていうことあるんで、結構まあ低い段というか、あれこれ段入れたのかなぐらいの感じだと思うんですけれども、まあちょっとこういう風なね、丸みがあるような感じになってますよね。まあ前髪ちょっと広めに今回、まあこれデザイン的なもんなんで、まあどんな感じで合わせてもらってもいいですし、まあ前髪なくてもまあいいと思いますね。はい、でもまあ丸っこい感じのフォルムには割と前髪あるパターンが多いんで、まあ今回作ってます。で、まあここからちょっとまあセニングで、ね、まあ、もう少しスタイルっぽくしていきたいなっていう感じですね。セニングはですね、まあ、それほどまあ難しいことはせずにですね、まあ、グラデーションボブ1でやったように、これもねやっぱりボブスタイルなんで、ある程度その土台の毛量を合わせておくってことがね、割と大事ですよね。土台っていうのはこの上の髪の毛の真下が土台になってくるわけなんですけれども、やっぱり明らかにこのもみあげの部分ですね、もみあげの部分が多くて耳の上が少なくて、まあ、耳の後ろが多いという感じですね。ちょっと上から見たら少しこう押さえたらへこむのが、へこむ場所が分かると思うんですけど、どうですかね。うん、分かりますね。この辺りがちょっとへこんでる感じが分かりますよね。はい、まあ、こういうのをですね、ある程度量感を整えてあげる、土台の量感を整えてあげると、まあ、上から乗ってくる毛も、まあ、そこそこ綺麗状態でね並んできますので、まあ、スタイルに、まあ、締まりが出てくると、まあ、いう感じになりますね。なので耳の上つかずに、その前後の毛束にちょっと中間部分ですね、まあ、角度とかはまあそんなに気にせずに入れていきましょう。で、ある程度量感が整ってくる感覚は、まあこうやって自分で切ってても分かると思いますね。真ん中つかずに上下すくことで、あ、量感が整ってここの面が揃ってきたなっていうのが分かると思いますね。はい、まあ、それぐらいでいいんじゃないでしょうかね、まずはね。な、実際のお客さんのスタイル作るっていう風になってきたら、まあ、お客様の希望もありますし、まあ、その人の髪の毛の量とか癖とかもありますし、まあ、それに対応して、まあ、セニングを入れていくっていう風なことはもちろん必要なんですけれども、まあ、ベーシックカットなんで、まずは
サイドのセクションは土台の量感を合わすっていうところだけやっていきましょう。自分でもこう面が整ってくるのが分かると思いますね。この面がね、前と後ろの量感を減らすことで、ここ全体の量感が均一になることによって面が整ってくる。面が整ってくると、まあ、ラインもそれなりにこうシャープになってきますので、まあ、そこの部分はまあやるべきだと思いますね。まあ、少しやるだけでもね、まあ、ちょっとこう前から見た時のこのシャープ感みたいな感じはまあ出てきますよね。まあ、あとはそうですね、結構これ前下がりのグラデーションなんで、まあ、低いといえども上にはまあ結構段がね、まあ、高い段なんて消えてますけども表面上には出てこないですけど入ってるんで、しかも前下がりに入れているんで、前下がりに入れてて、まあ、横の毛の少ないところにつなげていく。横の方が基本的に毛が少ないですから、それを前下がりに入れて横の毛の少ないところにつながっていくっていうような感じなんで、まあ、この辺りですね、バックサイドセクションがやっぱちょっと多くなってますんで、まあ、バックサイドセクションだけ少し量感を取っておこうと。そうすることで、フォルムに締まりが出てきて、まあ、頭がちっちゃく見えたりだとか、まあ、そういうふうな効果もありますので、バックサイドのセクションをちょっとすいていきたいと思います。すくところは、まあ、こちらも、ローゾーンですね。まあ、そんなにはすかない感じですね。はい、まあ、ベーシックカットなんでそこまでラインが、崩れないような感じで、メープの受け先と、まあ、ミドルセクションの、まあ、中間にちょっと入れて、このバックサイドの量感を整えると、まあ、そんな感じでいいかなと思いますね。ちょっとこの頭の後ろっていうか、ここの耳の後ろがキュッと締まるだけで、やっぱ人間頭の形がよく見えるんでね。でこれまだね、上全然空いてない状態ですよね、はい、これだけでもすごくシルエットが締まってくるっていうか、つながりが良くなってくるっていうか、まあ、そんな感じが感じられると思いますね。まあ、ネープの方はね、あんまりガリガリやっちゃうと、まあ、ラインが崩れてしまいますので、まあ、ちょっとこのネープのあんまりラインと関係ないところに少し毛先入れておくっていう感じですかね。で、まあ、バックサイドのミドルセクション、耳後ろは中間部分から少し入れる感じですね。ちなみにこれ、僕のセニングは20目の 20% ですね。こんな感じでいいと思います。とりあえず自分の中でフォルムを修正したいところがこういうふうに修正できたら、あとはですね、ちょっとこう後ろを見てみると、やっぱちょっとこうグラデーションなんで、低いグラデーションなんで、やっぱ毛先がダブついているところがあるんですね。で、その毛先のダブついているところを、まあ、チョップとかで取ってもいいんですが、まあ、少しだけそのセニングでバラして、まあ、馴染ませるということぐらいはやってもいいと思いますよ。これフォルムが修正が終わったんですね、はい、フォルム修正している間にこのダブつきが取れるっていう場合もありますので、先にダブつき取ってその後フォルム修正だったら、うん、ちょっと好きすぎるっていう傾向があるんで、まずフォルムを修正して、最後にそれでも残ってる、ダブつきは最後に取りましょう。まあ、そういう感じがいいと思います。まあ、前髪はですね、まあ、デザイン的なもんもありますので、もうちょっとだけ軽くしておこうかなって感じですね。まあ、ここはデザイン的な部分なんで、まあ、そんなに今回のカットが関係ないですけどね。とりあえずアシスタントの方でカットの、勉強するはじめとしてこのベーシックカットやってる人は、この毛量調整に関してはね、まあ、結構そのセニング頼りでいいと思いますね。まずその毛玉に対してどの位置にどれぐらいの感じで、髪の毛を抜いていったら、まあ、形にどういうふうな変化が起こるのかっていうのを、まずやっぱりこう体で覚えるっていうかね、やっぱ体感として
覚えていって、でその同じ分量の向きを、まあ、普通のドライカットシーザーとかで、まあ、やっていく、まあ、そうするとまあ質感がこう変化してきますから、まあそういう工程でまあセニングを覚えていくのが一番いいと思いますので、まずはですねこのセニングシーザーを使用して量感調整っていうのを覚えていくのが、まあ、結構その隙の技術を覚えるのは早いのかなっていうふうな気がしますね。はい、ある程度量感が、取れましたので、これでですねスタイリング台とかをつけて、仕上がり用スタイルを見ていきたいと思います。はい、ちょっとですね、まあ、スタイリング台つけて、スタイリングしてみました。まあこんな感じになりますね。まあ、後ろから、まあ、ちょっと緩やかな丸みですね、まあ、くびれてないけど、まあ、緩やかな丸みがあってワンレングスのラインにつながっていくという感じですね。まあ、一見すると下でパツンと切ったボブなんですけど、まあ、どこかもこう丸みを感じると、まあ、そういった感じのボブになりますね。まあ、前髪はまあデザインいろいろなんで、まあ、いろんな前髪に組み合わせてもらえればと思います。ということでですね、まあ、こちらのカットなんですけれども、まあ、割と展開図が複雑になってまして、まあ、低い段からまあ高い段につなげていくという感じですね。しかしながらまあラインがワンレングスなんで非常に耳の後ろとかがね髪の毛が少ないゾーンになってきますからね。バックはまあワンレングスなんで非常に多いんですが、耳の後ろすごい少ないゾーンになってきて、そこに対してまあこの段を入れるときにまあ薄くなったり穴が開いたりとかする、まあ、そういうふうなパターンっていうのはサロンワークにも非常に多いんで、まあ、そういうふうなのをどういうふうに回避すればいいかっていう勉強にすごくなると思いますね。まあ、あとはその低い段はまあ横スライスが切りやすいよと、まあ、中間の段は斜めスライスが切りやすいよと、まあ、高い段はまあ縦スライスが切りやすいよと、まあ、そういうのをまあ体感する学習にもなるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、こちらのまあグラボブ2、まあ、ミニボブなんですけれども、まあ、そんなにね、まあ、ベーシックカットで、まあ、登場することっていうのは、まあ、非常に少ないんじゃないかなと思いますけれども、まあ、すごくねこうサロンワークに役立つというか、まあ、実際に使うような、まあ、グラデーションの逃がし方っていうのもね、まあ、結構覚えれるんで、あのしっかりと、練習してもらいたいなと思います。はい、ということでまた次のベーシック動画でお待ちしております。